さんどうも、ヤソでございます。今回ご紹介するアイテムはですね、エデン・エレンのベストを今回はご紹介させていただきたいなと思います。まあ、前回のセットアップに引き続き今回はベストでございます。まあ、前回のセットアップはなかなか癖強なアイテムだったんですけど、まあ、こちらのベストはいかがなものかということで、今からじっくりレビューしていきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、では改めまして、今回ご紹介するのがですね、エデン・エレンから販売されましたテーラードカラーベストでございます。価格が8800円で、サイズが XS から L の4サイズ、そしてカラー展開がブラックとベージュとダークグリーンの3色展開となっております。で、僕は今回 L サイズのブラックを購入させていただきました。で、僕実はですね、テイラードのベストは今回初めて購入するので、ちょっと比較対象がないんですよね。なので今回はかなり僕の主観的な話になってしまうと思うんですけど、まあ、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。まあ、商品サイトも参考にしながらお話できたらなと思います。ではですね、まず着用動画をご覧になっていただきながらアイテムについて説明していきたいなと思います。まずシルエットなんですけど、まあ、丈感はですね、ちょっと長めかなというような印象を受けました。181センチの僕で結構長めの印象を受けたので、もともとのベースのサイズ感が大きめで設計されていると思います。まあ、デザイン面ではこのカラーが入っているのが大きな特徴の一つとなります。まあ、ベストって結構いろんな形があっていろんな種類があると思うんですけど、まあ、こちらのベストはですね、まあ、カラーが入っていることにより、まあ、他のベストと比べて綺麗め寄りのベストに分類されます。そして中心部分にボタンが1個だけついているので、まあ、これで開けたり閉めたりすることができて、ある程度シルエットの調整ができるんですね。で、次に素材感なんですけど、素材感としては感覚として結構硬めな素材感になっているので、まあ、こちらも綺麗めな印象を与えるポイントの一つになりそうです。まあ、この手の生地は頑丈であったり型崩れしにくいと思いますので、まあ、ある程度動き回ったりだとかガシガシ着回してもらってもあまり劣化はしないのかなと感じました。まあ、結構高級感がありますよね。そしてアクセントとしてこちらのベストにはウエストベルトがついております。まあ、このベルトをうまく使うことによって着回しの幅も広がりますし、ベルトを使った様々なシルエットも楽しめるかと思います。そしてこのベルト、実は取り外しが可能でございます。はい、こうやって外すことができるんですね。僕みたいにベルトどうやって使ったらいいかわからんわっていう方は、まあ、思い切って外してもらって使っても全然いいかなと思います。はい、そして最後にお手入れ情報なんですけど、まあ、実はですね、こちらのアイテム、自宅での洗濯は不可になっているので、もし洗濯をする際はクリーニングに出す必要があります。まあ、ここ結構難点ですよね。なので、まあ、ちょっとクリーニング出すのめんどくさいなって思う方はもう汚れには重々注意してください。はい、それではですね、ざっとこちらのアイテムの説明をさせていただきました。次はですね、こちらのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、それではコーディネート紹介に入りたいと思います。ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと画質が悪くなってしまったので画像を交えながらご紹介させていただきたいなと思います。まず1コーデ目はですね、白のロング T シャツと合わせたコーディネートでございます。まあ、こういうかっこいいベストはですね、シンプルなコーデでも十分かっこよく見せることができます。まあ、普通に着ていたら白 T とデニムなんですけど、ベストを加えるだけでだいぶ様になります。そして、まあ、さらに雰囲気を出すために靴はブーツにしてみました。まあ、こちらのブーツもですね、今後紹介していこうと思っていますので楽しみにしててください。はい、続いて2個目のコーディネートなんですけど、2個目はですね、コートの上に合わせた黒のワントーンコーディネートでございます。いやー、このコーデもですね、ちょっと一回やってみたかったんですよね。まあ、アウターの上にベストって結構勇気がいるかと思うんですけど、まあ、色を統一するとかなりやりやすいので、こちらのコーデおすすめでございます。まあ、コートは薄手のステンカラーコートを使っております。一応春なんですけど、まあ、まだ
少し寒い時もありますので、まあ、そういう日にこういうコーデを組んでみてはいかがでしょうか。はい、続いて3個目のコーディネートに入ります。まあ、ここから画質が良くなりましたのでこのまま活かせていきたいなと思います。3個目はですね、系統はさっきと同じでベージュの差し色として使ってみました。さらに個性を出していきたい方に非常におすすめのコーディネートでございます。まあ、ベージュオンリーでも全然いいんですけど、まあ、黒を加えることで、まあ、全体の印象を締めてくれますので、さらにおしゃれ感がアップします。かなりおすすめのコーディネートですので、ぜひ参考にしてみてください。はい、そして最後4個目のコーディネートがこちらです。王道の組み合わせでございます。しかしパンツはですね、デニムを採用させていただきました。まあ、黒パンツとかでもいいんですけど、まあ、それだとですねドレスチックなコーディネートになってしまうので、あまり日常的な感じには見えなくなってしまいます。なのでここでデニムを使ってみました。で、白と黒と青の配色も結構いい感じにハマっているので、このコーデも相当おすすめでございます。以上コーディネート紹介でした。はい、ではコーディネート紹介でした。いかがでしたでしょうか。まあ、着てみるとですね、まあ、想像よりも綺麗め感の強いアイテムでした。まあ、相当綺麗め感が強いので、まあ、このアイテムを一つ加えるだけでコーディネートが一気に締まる印象を受けましたね。まあ、相当綺麗めなので、まあ、このベストを一個加えるだけで、まあ、カジュアルなコーディネートも一気に綺麗め感のあるコーディネートに引き上げられます。まあ、綺麗めすぎて困るわっていう方はちょっと外したコーディネートを使ってアクセントとしてこちらのベストを加えるといい感じのコーディネートが組める気がしております。それではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。参考になっていましたらぜひコメントだったりグッドボタンだったりチャンネル登録お待ちしております。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では。